今回も谷間崎さんでございます、はい、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。めちゃくちゃ楽しいでしょこれ。いやもうそんなこと言っていただいて、いや楽しいでしょって、僕も楽しいです。いやいや僕が楽しいです。いやいやいや、もう久々はしゃいでますよ私、ね、片山慎吾の歴史といいますかね、このヒストリーが素晴らしい。そしてめちゃくちゃためになる第1回、まあ、第1回はちょっと軽く挨拶したけど、第2回からすごいナチュラルなドローの打ち方、はい、これはもう必見ですね皆さんもね。で、でまあもともとね、フェーダー、ストレートフェードが得意だった、はいはい、片山慎吾がマスターズ勝つためにドローにしてと、はい、でだんだんドローが肥大化してきました、はいはいはい、そして、燃え尽き症候群になり、ドローが太いまま燃え尽き症候群になり、そして5年間の闇を中島恒之さんの、慎吾は炭でいればいいんだと、燃え尽きたら灰になっちゃうだろうと、はい、炭でいればいいと、名言です ね、はい、名言、これを胸に復活してきましたが、その復活の感じっていうのはどうなったんです、はい、今度ドローの太い柱をそれを生かしたの、でもフェードも打ちたいっていうのが打てなくなってきたわけでしょ、はいはい、正直その燃え尽き症候群で練習しない状況でフェードボールをまた復活させながら戻していくっていうのは、うん、ちょっと時間的に球数的に難しかったんですよね。なるほど。でとにかくそのやる気が出るまで何とかしなきゃなって言ってる時に、うんうん、その中島さんからそういう素敵なお言葉をいただいて、うん、でだんだんとちょっとこうやる気が出てきたのかなっていう感じで、うん、で、うん、あれがなので10それでフェードをやっていこうって言ってやってったんですけど、うんうんまあ、まだ僕がその一回切れるんですよ慎吾と、うんうんうん、でそこの時まででは燃え尽き症候群のまんまだったんですよね感じが、うん、まあそうですよね、まあ、工事もつけたってもう、はい、もうやる気もないしね、はいはい、でそれで、まあ、僕が結局言うのってああだこうだ言ってるんですけど、うん、結局やっぱこうなんて言うんだろうな、入ってこないっていうか、なんか言ってても、うんうん、みたいな、うんうん、あまたそのパターンとかなんかまあそういうのがもう顔を見るとやっぱ分かるじゃないですか、はい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 、僕も A 型なんで結構見ちゃうんで、はい、でちょっとこれダメかなってもう本当彼氏彼女みたいな感じなんですよね、はいはい、あもう別れるかなみたいな、はいはい、なんとなく感じてくるんですよ、はいはい、そしたらまあ案の定なんかだんだんこう連絡がこうなくなってきて、はいはいはい、で LINE かなんかで長文で、はい、今こうだでこうでみたいな、はい、で言葉で言っても聞いてくれないとあれだから、うんうん、でそしたらちゃんと編集してくれるんで、うんうん、ちょっとダメかなと思ったらやっぱ結局一回別れたんですよ、うんうんうん、で別れてちょっとしたら勝ったんですよ、うんそうで、はい、あでもよかったと思って、はい、そうでそれで2年ぐらいあれだったんですけど、うんうん、で2年ぐらいしてから今度腰が今度痛くなりすぎて、うん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 、でまた連絡来たんですよ、うんうんでもうちょっとこれは打てないっつって確かあれが15年か6年ぐらいだったのかな連絡が来て、うんうんうん、で見たら、うん、僕がその時求めてた動きから、うん7箇所っつったっけな確か6箇所か7箇所っつったんですよね7箇所ずれてんねって言ったんですよここ来て取ったんですよ、うん、で7箇所ずれてるずれてる7箇所違うね、うんうん、って言ったら7箇所も7箇所っつって、うん、で、うんどうしたらいいのって始まったんですけど、うん、いやでもやるんだったらちゃんとやっていかないと俺も嫌だしって話をしたら、うん、いやじゃあまたやるからって言って、うん、でまた再契約になったんですよなるほど、うん、でその7箇所を、うん7箇所のうちの5箇所ぐらいが、うん、もうほぼ毎日のように来て2週間ぐらいで治ったんですよ、うん、結構早いなと思って、うん、で残りの2箇所も意外とススッといって6月から、うん中日クラウンズ終わって連絡来たんで、うん、5月の中旬ぐらいですか、うん、頭か、うん、でそこから、一気にバーッと、うん、7箇所覚えてます？いやー覚えてるのだけちょっとどんな箇所を見るんですかあんなマシンみたいな人のアラを7つも見っけれます？
でも当時 の雑誌でも確か言ってですね、で7か所それ伝えたんですけど、うん、いやちょっと何だったっけ、でも ある程度しか覚えてないですね。例えば どんな感じの、いやなんかすごい、うん、膝が笑ったんですよ、ダウンの時に、うんうんうん、こう後ろの方がいいですかね、うん、前の方がいいですか、ね、うん、どこでもこうダウンのところで、うんうん、こうちょっと膝がこうちょっと慎吾にしたら笑ってたんですよね、はいはいはい、で笑った瞬間に左のヒールがちょっとこうインステップになってたんですよ、こうやって、あ、はいはいはい、で腰がなんか腰が痛いからそうなっちゃったのかな、なっちゃったのか、こうなったから腰が痛くなったのか、はいはい、ちょっとどっちがさっきか分かんないんですけど、うんうんうん、でまずこ の, いあの左足のヒールのインステップを一回変えなきゃダメだと思うつって言って、うん、俺もそう言われてみれば最近ちょっとインステップになっちゃってんだよな、はいはいはい、で少しこうアウトステップさせるイメージでドリルをちょっと取り入れたのが確かここから端入ったんですよね、はいはいはい、とやっぱりあとアップライトにまた確かなってたんですよ。あ、じゃあ球捕まんなくなってきてた感じ。そうですね、ちょっとこう捕まんないからこう来てたのか、またこれがこう来るんで上から来たのかちょっと分かんないんですけど、はいはいはい、多分繋がってると思うんですけど、それが来てた、はいはい、それと、インパクトした時の、うん、プレーンに対して、うん、手元が、うん、ちょっと高い状態で、片山志望でもそんなことが起きるの、はい、起きてましたね、はい、だこういう感じで来て最後にこうグイッと合わせる感じ、それ俺じゃん今のだったんですね確か、そう、そこまで あと残りが どうだ、そこから付随してることですね、でもで、はい、やってそうです、そしたらやってビザで、うん、あの3日間の競技になった時、うんうん、最終日が雨で中止になったんですよ、はいはいはい、であの時に勝ったんですよね、はい、そうであれ嬉しかったですね、あれ最後あれかな、リョウ君とタグチがギャラリーのために余興をやった時かな、あ、そうそうそうです、そうです、ね、すごい、そうです、そうです、やってました、で僕契約その時契約はしてなかったんだ、なんかちょっと、ま、他のコース契約してて、うんうんうん、見れなくて、で影でこう木の影から最終日恋人かい、こうやって見守って、うん、頑張ってみたいな、あ、うん、そうそうそう、それを聞きたい、そうですね、じゃあそれを聞きたいので、ね、話横道それたけど、それのちょっと直し方のドリルっていうか、それでしたね、何をやったんですかそのインステップ、これいや僕なんですけど、いやでも普通にもうでもアウトステップにさせるこうちょっと練習、はい、あのまあもともと今はもうシフト好きじゃないですけど、もともとシフトをする派だったじゃないですか、うん、あの体重移動させる派だったので、うん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 、だから体重移動させる時のきっかけで左のヒールをこっち側に出すこういう踏み込みで、はい、1,2,3 みたいな感じでやったんです、ね、タイガー・ウッズもね一時ブッチハモンですかね、アウトステップやらしたのね、うん、ああやっぱりそうですね、やらしてましたね、ああ確かに、はい、ああタイガーもそうだったんですか、もうちょい前でしょうね、うん、それやってたのは、はいはいはい、うん、そうでそれでやって、そうで膝が笑わなくなってきて、うん、したら腰も痛くなくなってきたんですよ、なんかすごいね、腰がなんか腰痛いからこうなっちゃうのかなって感じするけど、こういってここでそうですねってやりましたね、それでなんか慎吾の足ってこうぐわっとこう粘るのかな、なんかこういう感じじゃないですよね、そうですね、逃げないですよね、こうだから僕もそうなんだけど、やっぱりちょっとこうなるのがもう本当嫌で、はいはい、こっからじゃ球捕まりようがないじゃないですか、はいはいはい、こうやるしかないでしょ、もう得意技いやいやいや確かに、だからそっか、アウトステップで練習すりゃいいんだ、そうですね、アマチュアの方も結構こうやって打つ人多いですもんね、それはこうやってこうこう、はいはい、こうみたいな感じで、はい、一回踏み込んでから踏み込んでからこうダウンしていく感じの、こう上がったのをこうやって、あ、そうですね、こう、あ、そうですね、こういったのこういってこう、膝笑う人スピンアウト系する人にはいいですよね、こう、そっか、はい楽しいねいやいや、そうですね、いや僕もでもね、これはめちゃくちゃこう
すっごい気持ち悪い、やっぱりやってる最中は気持ち悪いから、はいはい、でもドリルとしては絶対やった方がいいのかななんて、はい、あのちょっとずつやっていくとやっぱだんだん変わってきますよね。ある程度時間がかかりますけど、ですね、はい、だんだん寄せていく感じで、あ、でこれをやり、はい、結局これをやるとさっきのもう一回話戻りますけど、はい、ドローフェードの柱でいくと、はい、ドローがこんだけになりました、はい、でもアウトステップやるともうちょっとドローになる、そうです。それが、いやフェードのことよりも腰が痛くてできない方が選手としてはきついなと思ったので、うん、まずちゃんと痛くなく触れることを優先で取っていったんですよ、うん、だフェードは一回消しました僕その時。あ、まあ、じゃあフェードの話じゃなくて、はい、その時はもう、うん、できなかったので。なるほど。でその後にフェードをやり始めてたんですよ。うん。でちょこっとずつ練習場では打ててきて、うん、試合では打てないみたいな、で試合でも打ててきたけど今度上位争いしていく時に打てないみたいな、うん、こうジレンマっていうかなってきて、でどうしようかなと思ってる時に、忘れました、19年の5月に、はい、今度2回目の別れました、別れが来た2回目の別れ、何の話ですかって感じですけど、ね、そう、ちょうどダイヤモンドカップの時ですね。ダイヤモンドカップ、はい、ちょうどこう流行ってたスイングとかがいろいろあって、はいはい、でそれをどうしてもやりたいから研究してって言われたんですよ僕。あ、なるほど。言われたんですけど、はい、見た時に、うん、僕の中で慎吾はもうなんか陸上で言ったらどっちかというとこう長距離選手のイメージなんですよ、うん、だけどあの感じでいくとちょっと短距離っぽい感じ、うん、だから全く、うん、いや違うよっていうことを伝えたんですよ、うんうん、痛めちゃうよってちゃんと彼にも伝えたんですよね、うんうん、なんか責任転嫁みたいになっちゃうけど、うんうんうん、で伝えたらいやでもそれでもやっぱ飛ばしたいからって言って、うんうんうん、じゃあ僕それは進められないし、うんうん、僕のイメージと違うから、うんうん、それに詳しい人のところに行った方がいいと思うよって言って、うんうん、円満でこう普通に、まあ、いつも円満なんですけど、うんうん、で別れたんですよ、うんうんうん、でそこから2年間ぐらいは全然見てなくて、うんうんうん、そして2年後の、うん、また東海クラシックですね。東海クラシックはすごいきっかけありますね。のそう、ね、金曜日予選落ちした本人も思い出すんじゃないですか。ここで復活したなとか。ここでね、復活じゃねえや、ダメ出しっていうか、ダメ出しっていうのは見下り犯か。いやいやいや、見下り犯突きつけられたから、やっぱ印象深いでしょ。いや、もう俺には手に負えないって言った場所だから。そう、で、その時お電話もらって、うん、で、あ、じゃあちょっともう一回見ようかって言って、でその日の次の日に来たんですよね、うん、予選落ちちゃって、うん、でもうずっと予選落ちは東海クラシックすごい強いじゃないですか、うん、で予選落ち初めてしたっつってやっぱこれはもう合ってないんだと思って言って、うんうん、で10月その翌あ次の日に来て、うん、から今度で今に至るですね。今はこの柱はどっち、うん、ドローフェードの、あ、今両方打ってます。両方か、じゃあこれがいよいよ完成形になったということで、完成そちらのお話を、はい、次の回で。なんかもう横田さんとお別れになるような感じで寂しいっす。いよいよね、これで最後に、最後に、ね、横田さんとお別れになって、どっちも、いやいや、どっちもいけるのが最強の、ね、もともとフェーダーの片山氏、ストレートフェード、はいはい、もうこの大魔人みたいだったストレートフェードの柱が、ね、修正でドローになり、はい、マスターズ勝ち、でその後このドローの方がだんだん太くなっていってフェードが細くなってきたと。でも今はどっちも打てると。確かに僕も今シンはどっちも打てるっていうか、うんうん、すげえなと思いますから、やっぱり同業が惚れるこの完成形をどういうふうに作っていったのかというのをちょっとお聞きしたいと思います、はい、次回をお楽しみに、はい、お願いします。